です。皆さん、1年間本当にありがとうございました。クラブの力、それはここにいる選手だけではありません。パートナー企業、ここにいる皆さん、サポーター、同民、市民、皆さんの力がクラブの力です。今年1年、このクラブから、このチームから、いろいろな旅立ちがある苦難のシーズンだったと思います。でも、僕たちはこのクラブの力で乗り越え、そして今日を迎えることができました。これは北海道、札幌、そして皆さんを含めたクラブの力だと思っています。そういう意味では皆さん、ありがとうではなく、僕らクラブから皆さん、おめでとう。今年1年、まだまだありますけど、おめでとう。そういう声をかけたいです。これからありたいクラブ、ありたい姿、そのチームにもう一歩、皆さんと一緒にクラブの力で上り詰めたいと思ってます。残念ながら今日、本来であれば皆さんに直接挨拶したがっていたスタッフ、選手、残念ながら数名いません。でも、ここにいる選手、スタッフともども、そのスタッフ、選手たちも皆さんと同じ気持ちで今日ここにいます。それら含めて我々クラブの力で、また来年いい景色を皆さんと見ましょう。最後にお願いになりますが、我々フロントで働いている社員、スタッフ、バイト、いろんな方々がまだまだこのドームの中で皆さんの安心安全、スムーズな会場をするために業務に従事しています。彼らもまた皆さん同様にクラブの力として非常によくやってくれました。ぜひ帰りの際、そのようなスタッフを見かけたら、お疲れ様、また来年、また頑張ろう、そんな声をかけていただければ、その声が間違いなく来シーズンのクラブの力になると信じてます。ぜひ